オーロビルダムの一図オーロビルダムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ビュート郡、オーロビル市の東にあるフェザー川に設けられたアースダムである。主に水の供給、水力発電、洪水調節に使用されている。包み高は770フィートで、米国で最も高いダムである。このダムがた,たえているオーロビル湖はシャスタ湖に次いで、 カリフォルニア州で2番目に大きい人造庫で350万エーカーフィート以上を貯水することができる。刷け口は8つが設けられ、排水能力は25万 CU フィート S。貯水池の標高は901フィート。カリフォルニア州水主原局によって建設されたオーロビルダムはカリフォルニア州水道事業の重要な事業の一つであり。 カリフォルニア州全域の水道システムを構築する2つの主要プロジェクトの一つである。建設は1961年に始まり、建設中に幾度もの洪水や資材輸送用鉄道の事故に見舞われながらも1967年に停滞が完成し、1968年に使用準備が整った。ダムの地下には米国内最大の地下式溶水発電所である。 エドワード・ハイアット水力発電所が設けられている。水筒は615フィート。タービンは水力発電用3機と用水発電用3機が設けられ、定格出力819メガワット、年間発電量 1490GWh。第二次世界大戦後、カリフォルニア州内における発展の波はサンフランシスコやロサンゼルスといった 大都市のみならず、周辺の農村地域にまで押し寄せていた。カリフォルニア州政府はこの状況を鑑みて、修繕大規模での利水計画を検討し、それまでが衆国内務省開拓局や陸軍、公平平らが個別に行ってきた開発からの転換を図った。オーロビルダムの建設は、カリフォルニア州利水計画の中核に位置づけられ、ダム本体工事は1963年に、 着工したダムは6000万立方メートルもの土砂を200メートルを超える高さまで盛り立てで作られ、かつてゴールドラッシュで捨てられた砂利や玉石も利用されている。土砂の運搬には主に鉄道が用いられた。下流十数キロメートルの地点から40両連結の列車で一度に2500立方メートルの土砂をダム建設現場近くのストックヤードまで運搬し、そこから ベルトコンベアやホッパーを用いて100トン席ダンプカーに積み替えてダムを盛り立てていった。年間の盛り立て量は最盛期で1730万立方メートルにもなった。着工から約5年後の1967年10月に完成した。事業費は総額34億ドルを超えるとされる。貯水量は43億立方メートルであり、 総延長1 1 0 0トルの用水路によって、ロサンゼルスまで運ばれている。ダムの完成により魚の訴上が妨げられたため、河川の生態系に影響を与えた。ダムの影響を軽減するため、ダム完成後にサケやニジマスの孵化場などが建設された。2017年2月、放水路のコンクリートが剥落して、穴が開き、さらに非常用放水路にも不具合が見つかったことから、 洪水の恐れがあるとして、2月12日に、周辺住民の少なくとも18万人に、避難勧告が出された。2017年2月7日、豪雨のため洪水対策として、約1400立方メートル、S で放流していたところ、放水路が損傷して、穴が開いた。オーロビル越えの流入量が多かったことから、放水路が損傷したにもかかわらず放流が継続されたため、 この穴はどんどん広がり、2月10日には幅300フィート、長さ500フィート、深さ45フィートになった。この穴から土砂が流出したため、水が濁り、フェザー川の魚類孵化場にも被害が出たことから、被害軽減のため就職員が孵化場から魚や卵を避難させ始めた。非常用放水路を使用するための準備作業が始められた。この放水路は、 問題が生じた時に備えて設けられていたが、実際に使われるのは初めてである。2017年2月10日には送電線を移動させ、補助放水路の下の丘陵地帯では、樹木の伐採が行われた。2017年2月11日午前8時頃、1968年のダム竣工以来初めて補助放水路に水が流れた。 当初は避難が必要になるような危険性はないと考えられていたが、しばらくすると補助放水路の上部から360立方メートル S で越流が始まった。2017年2月12日、補助放水路の予期せぬ不具合により、フェザー川流域の低地の地域に避難勧告が行われた。2月12日午後8時までに補助放水路の腰流は食い止められたものの、 その時点では避難勧告の解除は行われず、13日朝に損害状況の確認が行われた。2月13日までに18万8000人近くの人々が避難したと報告されている。2017年2月14日、ダムの水位が低下傾向にあることが確認されたため、住民に対する避難指示は解除された。2017年11月1日、損傷した。 既存構造物を撤去し、洗い彫りを受けた地盤を RCC で埋め戻した後に、鉄筋コンクリートと RCC 作りの放水路を再建する応急的な復旧工事が完了した。2019年1月を予定している本格復旧までの間、放水能力は10万 CFS に制限されている。ありがとうございます。